近頃は有頂天の山な想像であった何とも言えぬ温かい柔らかいバラ色のそして香りのいい空気が彼の身辺を包んでいたそれがお役所のぼろ机に向かってコツコツと仕事をしている時にでもさては同じ机の上で アルミの弁当箱から四角い飯を食っている時にでも、四時が来るのを遅しと、役所の門を飛び出して、柳の街路樹の下を、木枯らしのように手くっついている時にでも、いつも彼の身辺にふわふわと漂っているのであった。というのは、山な想像、このひと月ばかり前に、新妻を迎えたので。 しかもそれが、彼の恋女房であったので。さてある日のこと、例の四時を合図に、まるで授業の済んだ小学生のように、帰り急ぎをして、課長の村山が、まだ机の上をゴテゴテ取り片付けているのを尻目にかけて、役所を駆け出すと、彼は毎一文字に自宅へと急ぐのであった。 赤い手柄のお花は、例の茶の間の長火鉢に持たれて、ちゃんと用意のできたお膳の前に、くつくつ笑いながら、なんてお花はよく笑う女だ。ぽっつりと座っていることであろう。玄関の格子が開いたら、うさぎのように飛び出す用意をしながら、今か今かと、俺の帰りを待っていることであろう。 なんてまあかわいいやつだろう。そんな風にはっきり考えたわけではないが、山名想像の、みちみちの心持ちを図解すると、まあこういったものであった。今日は一つ、やっこさん、脅かしてやるかな。自宅の門前に近づくと、想像はニヤニヤ一人笑いを浮かべながら考えた。そこで抜きやしさしやし、 そろりそろりと格子戸を開けて、玄関の障子を開けて、靴を脱ぐのも音のせぬように注意しながら、いきなり茶の間の前まで忍び込んだ。ここいらで、えへんと席払いでもするかな。いや、待て待て。奴一人でいるときにはどんな格好をしているか、ちょっと隙見をしてやれ。で、障子の破れから、 茶の間の間中を覗いてみると「さあ大変山な想像、青くなって硬直した」というのはそこにいとも不思議な光景が演じられていたからで2「想像通りお花はちゃんと長火鉢の前に座っている」「付近をかけたお膳も出ている」「が」 肝心のお花は、決してくつくつ笑ってはいないのだ。それどころか、世にも真面目な様子で、泣いているのではないか、と思うほどの緊張ぶりで、一枚の写真を持って、切奮したり、抱きしめたり、それはそれは見ちゃいられないのであった。さてはと、山名創造、ぎくりと思い当たるところがあったので、 もう胸は焦燥をつくようだ。そっと二三畳後帰りをすると、今度はどしどしと、畳触りも荒々しく、がらりと間の障子を引き開けて、おい、今帰った。なぜ出迎えないのだと言わぬばかりに、そこの長火鉢の向こう側へ、どっかり座ったことである。あら、一声叫ぶや否や、 手に持っていた写真を、いきなり予備の間へ隠すと、お花は赤くなったり、青くなったり、へどもどしながら、でも、やっと気を静めて、まあ私、ちっとも存じませんで、ごめんなさいまし。その嫌にしとやかな口の聞き方からして、食わせものだ。想像、そう思った。 それにあの写真を隠したところを見ると、てっきりそうと決まった。障子を開けるまでは、もしや自分の写真ではあるまいかと、一方では大いにうぬぼれてもいたのだが、写真を隠して青くなった様子では、無論自分のではない。きっとキャッツの写真にそういない。あの課長の村山面の。と、 想像が疑念を抱くには、抱くだけの理由があった。新妻のお花は、課長村山の登園のもので、長らく彼の家に寄遇していたのを、縁あって想像がもらい受けたのだ。売借は、言うまでもなく課長さんである。課長さんといっても、年配は想像とさして違わぬ年若だし、奥さんはあっても、 評判の不器量もの。疑い出せば何が何だか知れたものではないのである。想像、低欲お下がり頂戴に及んだのか。それも今となっては怪しいものなのである。それにもう一つおかしいのは、お花のやつ、しげしげと村山家を訪れる一件だ。まだ一月にしかならぬに、 想像が知っているだけでも、四五編は言っている。時には夜に行って帰ったこともあるくらいだ。いろいろと考えるに従って、もう尺で尺で、想像は胸がはち切れそうだ。彼がまた、大の焼き餅焼きと来ているので。が、まず触らぬ体で夕食を済ませると、 いつものように冗談口を聞き合うでもなくそうかといって写真の正体を極めぬ間は書斎に閉じこもるわけにもいかず双方妙に気まずく睨み合いといった形それは一体誰の写真だとたびたび喉までこみ上げてくるのをやっとかみ殺して想像はじっと花の挙動を監視している。 やきもちやきだけになかなか陰険な方で彼のつもりでは床へ着く時にはきっとあの写真をどこへかしまうだろうそれを見極めておいてあとから探し出してやろうという気だ、3. やがてお花はだんまりで立ち上がるとこそこそとどこかへ出ていった。 はばかりとは方角が違う。どうやら難度らしい。想像自身は見る影もない腰弁だけれど、家だけは親父が御家人だったので、古いが手広な難度なんていうものもある。じゃあ、炭水でもしまうつもりかな。炭水といっても、いくつもあるから後になってはわからない。ともかく、 お花の跡をつけてみるにしくはない。で、想像、そっと立ち上がると、女房の跡から影のようについていった。案の定何度だ。今入ったばかりのところで、まだタンスの錠前をガチャガチャ言わせている。一体どのタンスの、どの引き出しへしまうのかと、幸いの障子の破れに目を当てて、 そっと覗いてみると、何しろ二間兼用の五色の伝統だから、それに障子の穴が、やっと片目だけの大きさなので、剣刀をつけるのがなかなか骨だったが、でもともかく、入り口から行って、正面のタンスの上の、小引き出しの左の端、ということだけは分かった。お花の後ろ姿は、 そこへ一物を投げ込むと、ビシャンと閉めて、大急ぎでこちらへやってきそうな様子。見られては一大事と、想像、元の茶の間へ逃げ帰ると、敷島を一本、つけるが早いか口へ持って行って、スパリスパリと済ました。それからご両人、睨み合いよろしくあって、だが、そうしていても再現がないので、 どちらが口を切るともなく、砂を噛むような世間話を二口三口取り交わしているうちに、やがて九時だ。想像、思惑があるので、いつもより少し早いのだが、早速床に着く。さて、その真夜中。お花の寝息を伺って、これなら大丈夫と思ったか。想像をむっくり起き上がって、 寝巻きの前をかき合わせると、そろりそろりと、寝間の外へ忍び出した。行き先は言うまでもなく何度だ。やっとたどり着いて、酔いに見当をつけておいた、正面のタンスの上の一番左の小引き出し、胸をドキドキさせながら開いてみると、あった、あった、邪水ではなかった。 十数枚の大きいのや小さいのや、写真の重ねてある一番上に、課長の村山の半身像が嫌にすまして乗っかっている。でも念のために、震える手先に力を入れて、その写真を一枚一枚調べてみたが、男のものといっては、村山のただ一枚で、あとはみんな、お花の家庭の写真ばかりだ。 もうもう疑う余地はない。そうと決まった。うぬどうしてくれるか。悔しいのと寒いので、想像ガタガタと身を震わせて、歯ぎしりを噛んだ。四。その翌日、物も言わず、お花の差し出す弁当箱をひったくると、想像、やけに急いで役所へ出勤したが、 同僚の顔を見ても尺でしようがない。はした月給をもらってあの課長面にぺこついているかと思うとどいつもこいつも片っ端から殴り倒してやりたいような気がする。挨拶もしないで席に着くとムーっと黙り込んだまま嫌に血走った目でまだ出勤しない課長の机をにらみつけた。やがて 粋な背広の課長さんが大きな折りかばんを小脇にご出勤だ。一同自席から敬礼するのを軽く受けて席に着く。鞄がバタンと机の上で鳴る。想像は無論例なんかしない。焼くような目で睨んでいるばかりだ。村山課長、一渡り机の上の整理が済むと、えへんと一概して、 表紙の悪い、山名くん、ちょっと、という仰せだ。想像はよっぽど返事をしないでいようかと思ったが、まさかそうもならず、しぶしぶ席を立って、課長の机の前まで行った。もっとも、何か御用で、なんて追証は言わない。むっつりとして突っ立っている。だが課長の方では、 何も知らないものだから、いつもの通りお小言が始まる。君、この統計は困るね。肝心の平均率が出ていないじゃないか。え君。見るとなるほど、こちらの手落ちだ。平勢なら、一言もなく引き下がるところだが、今日はそうはいかない。虫の居所が違う。返事もしないで。 ぐっと相手をにらみつけている。君はこの統計を何だと思っているのだご丁寧に総計を並べたりしてこんなものはいらないのだ平均率が必要なんだそのくらいのことわかりそうなものだねそうですか想像いきなりびっくりするような大声で怒鳴るとさっと書類をひったくって そのまま自席へ戻ってきた。これからみっしり暇つぶしのご説法を始めるつもりの課長さん目をパチクリさて自席に戻ると想像なんだか一生懸命書き出した首相にも統計を訂正するのかと見ると決してそうでない白紙一枚広げると筆太にまず書いたのが 辞職願い。五。面食らった課長の前に、小学生のお聖書のような、大文字の辞表を投げつけて、ぐっと留院を下げた想像は、まだ午前十一時というに、大手を振って帰ってきた。お花、ちょっとここへおいで。例の長火鉢の前へ、どっかりと座ると、 さてこれから一段ンだ。昨夜のことがあるので、お花はもうびくびくもの。あらお帰りなさいまし。どっかお加減でも。いや、体は別状ない。僕は今日から役所をよす。そのつもりでいてくれ。それから、役所をよしたわけは、あの村山と衝突したからだ。だから今日以後。 村山家へ出入りすることは、ふっつりやめてもらいたい。これは断じて守ってくれないと困る。まあ、と言ったが、二の句が告げない。ああ、それから、と何気なく、お前は村山の写真を持っているはずだね。あれをちょっとここへ持っておいで。夫の剣幕がひどいので、拒むわけにもいかぬ。 お花はしぶしぶ、例の写真を持ってくる。想像は、それをお花の目の前で、さも憎々しく、ずたずたに引き裂くと、火鉢の中へくべてしまった。そして、やっとこれで生成したという顔つきだ。こうまでされては、お花とて悟らないわけにはいかぬ。さてはあの一件だなと、どうやら様子がわかった。 そこでともかくも、夫の口からそれを聞いた上のことと、こうなると女というものは、手札のあるもので、拗ねてみたり、泣いてみたり、種々様々な手段を尽くして、結局、隙見の一件を白状させてしまった。どうだ、これには一言もあるまい。写真をしまったところまで、調べ上げてあるのだから。 なんといっても、こっちに手ぬかりはないはずだ。想像、勝利者の気組みで、ぐっと落ち着いて、お花の様子を眺めている。するとお花、いきなりわっと泣き伏しでもするかと思いきや、どうしてどうして、想像があっけに取られたことには、に庭にくつくつと笑い出したのである。まあ、何かと思えば、 あなた、あんまりですわ。村山さんと私と、あなたも随分邪水深い方ね。あの写真、あれは、あの、あなたのお写真でしたのよ。と言ったかと思うと、お花、いきなり赤くなって、顔を隠すのであった。僕の写真だって、バカな。 うまくごまかそうと思っても、それはダメだ。ちゃんと何度へびこうして、しまうところを睨んでおいたんだからな。あの引き出しには、村山の写真の他には、僕の写真はおろか、男のは一枚もありゃしないじゃないか。ですから、なお変ですわ。そんなたくさん写真があったなんて。 きっとあなたは寝ぼけていらしったのよ。あなたのお写真は一枚だけ大切に引き出しの中の手文庫にしまってあるのですもの一体あなたのごらんなすったという引き出しはどれですのあの正面のタンスの上の左の端の子引き出しさあら正面ですってまあおかしい私が昨夜 あなたのお写真をしまったのは左側のタンスでしたのよ。引き出しは上の左の端ですけれど、まるでタンスが違いますわ。そんなはずはない。やっぱりお前はごまかそうと思っているのだ。僕は小さな障子の穴から覗いたのだから、左側のタンスなぞ、第一見える道理がないのだ。なんといっても正面だ。 いくら急いでいたとはいえ、正面と左側と、まるで方向の違うものを、間違えるはずはない。おかしいですわね。おかしくはない。お前は照れ隠しに、そんなでたらめを言っているのだ。つまらない真似は、いい加減によさないか。だって、だってじゃない。なんと言っても。 僕の目に間違いはない。妙な押し問答になってきた。夫は部屋の正面の壁に沿って置かれたタンスだと言い、妻は左側面の壁に沿って置かれたそれだと主張する。両人の言い分の間には90度の差異がある。6ああ、わかりましたわ。 突然お花が叫んだ。あなた、まあこちらへ来てごらんなさいまし。わかりました、わかりました。むやみに袖を引っ張るので、想像、証拠となしについていくと、それは何度だ。これこれあなた、これに違いありませんわ。そこで、お花がそう言って指さしたのは、 一個の新しい洋服ダンス。去年の暮れ、臨時手当に、据え置き貯金の利息を足して、買い整えた新式洋服ダンス。それが一体どうしたというのであろう。お分かりになりまして。ほら、この扉についている鏡ですよ。この扉が開いていて、ちょうど障子の穴の前に来ていたのですよ。 ですから、正面の障子が隠れて、とんでもない左側のタンスが映って、それがちょうど、正面にあるように見えたのですよ。なるほど洋服ダンスの扉の鏡が、障子の穴の前に、45度の角度で開いていたとすれば、この扉が開いていて、そこへ映った左側のものが、真正面に見えたはずだ。 二つのタンスの形もよく似ているので、間違うのは無理ではない。ことに薄暗い伝統の光で、しかも大急ぎで見たのだもの。こいつは俺のしくじりかな。想像、あまりのことにがっかりした。他人の写真だと早がてんしたのは、とんだ間違いで、お花が想像恋しさのあまり。 想像の写真に切吻したり、抱きしめたりしていたのだとすると、こんなひどい間違いはない。続々と嬉しがっているべき場合に、見当違いの感触を立てて、取り返しのつかぬ辞表まで書いたとは。さあそこで、四角転倒である。一挙にして体制を挽回したお花は、今度こそ本当に泣き出した。 お役所をよして、明日から何とするつもりだ。この不景気に、すぐさま口があるではなし。そうかと言って、遊んで食える身分でもなし。あなたもあんまり無効水だ。それに、私が村山家へ出入りすると言ってお怒りなさるけれど、これもみんな、あなたに出世させたいばっかりじゃありませんか。誰があんなうち、 進んでいきたいことがあるものですか。人の気も知らないで、と言って恨む、演じる、嘆く。それはそれは。山な創造、今は一言もない。そればかりか、差し詰め、これからの身の振り方に講じ果てた。凄まじきものは嫉妬だな。彼は、 つくづく感じたことである。だが、読者諸君。男というものは、少々陰険に見えても、少年はあくまでお人よしにできているものだ。そして女というものは、表面、何も知らない年齢のようであっても、心の底には、生まれつき因縁が救っているものだ。このお花だって、お話の表面に、 現れただけの女だかどうだか甚だ疑わしいものであるもしも例の鏡のトリックが彼女の創作であったとしたらどうだそして彼女が接吻し抱きしめたのはやっぱり村山課長の写真であったとしたらどうだそれはともかく男である山名創造にはそこまで邪水をたくましくする陰険さは なかったのである